カンブリア紀、この星で生命の大爆発が起きた。多様な生物が誕生し、未来への進化を担った。あれから5億5000万年、この日本という国でも次なる進化が求められている。不況に立たされる外食産業、世界同時不況の嵐が今襲いかかる。本年度の経常利益は76億円の赤字と、全部で204店閉店の予定でございます。元祖ファミレス、スカイラークは年内に全てが廃止、多くは格安店に転換される。牛丼チェーンで急成長するゼンショーも大幅な減益見通し。外食各社の下方修正が相次ぐ。厳しい景気の中で、まず、優先的に削られてしまう、出費というのはやはり外食が一つ入ってしまうんですね。一つの商品買うということに対しても、消費者の目は非常にシビアですね。今は出す価値がすぐに得られるのかということをすごく厳しい目で見ているので。内閣府の調査でも外食への出費を減らそうと考える人が急激に増えている。時代にこの外食チェーンは全ての店が黒字を叩き出している。一体どんな戦略が。その全てが今明かされる。揚げて、そして焼く。ホテルリアナホー、かしこまりました。1日17万人の胃袋を満たす中華レストラン最大手、餃子の王将。それを率いるのがこの男、王将フードサービス社長、大東隆行。8年前倒産寸前だったこの会社を男は見事立て直した。不振の外食業界で4年連続増収増益を叩き出す。負けるはずがない。絶対王将は入ろうかなという店の雰囲気を出すと、もうそんで勝ちですわな。強い店を作るのは店長たち。カード、奇抜なアイデアが客の心をつかむ。ただじゃあ本気になろうか。ダメな店はすぐに手こ入れ、儲かる店に変えていく。餃子の王将トップが吠える。これが不況に勝つ繁盛術だ。今までに勝てに出会えたのが美味しい。食べた時にスパッと汁が出るのが美味しい。お客さんに満足してもらう、喜んでもらうっていうのがまず最初にあって、まず最初活気あるムードとかね。食というのは絶対雰囲気ムードなんですよ。決定権と責任を与えてそこでやらせるっていうのはすごい信頼が必要じゃないですか。まずは信用さなあかんちゃいます。相手ようこそカンブリア宮殿へ。この番組は日本経済新聞社、東芝とご覧のスポンサーの提供でお送りします。麦とホップ、ビールと間違えるうまさであっという間に支持率アップ。で、今ではおーい、勘弁してよ。新ジャンルに札幌麦とホップ、間違えすぎじゃない？おい、ちょっと。1890年、日本初の電球は東芝が作りました。それ以来、皆様の家を
町を照らしてきました。東芝は2010年をめどに一般白熱電球の製造を中止いたします。一番に電球を作った会社として、作らないという決断も一番に。今後はネオボールシリーズや LED 電球など省エネタイプの照明に注力していきます。電球への思いは強い、でも地球への思いはもっと強かった。東芝。100年目のダンロップは考えている。これまでの100年はこれからの100年のためにある。そうだよね、エナセイ。地球のこれからのために君は生まれてきたんだね。君のこともっと話してくれないか。タイヤフロンティア、ダンロップ。今夜のゲストは餃子の王将を展開する王将フードサービス社長、大東隆之さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。小遊さんは、はい、餃子よく食べますか？餃子はよく食べますし、餃子の王将から歩いて30秒のところが実家だったので、もう家族で本当にお世話になってました。カレーライスに並ぶ、うん、なんていうんですかね。そうですね、もう日常食に、ね、入ってしまってますから、奇跡的な食い物じゃないですかね。でまあ景気が今年もなかなか回復が難しいだろうって言われてる時にですね、でまあ外食もなるべく控えようというふうにその家庭の方も思ってる時に、王将がですね、その全体ではなくて各店舗も全て黒字で前年度よりも成長していると、ね、これちょっと驚きですよね。そうですね、今の段階ではその1年を通してですね、赤字の店は一軒もないという、外食産業ではもう、まあ、よく言うならばうちだけじゃないかと。カンブリアファイル133、王将フードサービス社長、大東隆之。午後7時東京渋谷、外食産業の激戦区であるこの町にあって、いつも行列を作っているのが餃子の王将だ。狭い店内はいつ行っても満席。名前にある通り、名物は焼き餃子。湯気がひときわ高く立ち上ると、餃子がきつね色に焼き上がり、熱々のうちに客に届けられる。餃子は1人前で231円。この餃子だけで1日20万人前以上を売る。3日前ぐらいから食べたいってずっと王将行こう王将行こうって言ってたんで、餃子食べられた時に行きます。安くて美味しい、安くて美味しい、そこだと思います。王将といえば客の目の前での調理、これ外食チェーンとしては珍しい。そして謎の掛け声も。このコーテルというのが焼き餃子、総飯がチャーハン、エンザーキー、あ、唐揚げですか。そんな魅力に引きつけられ、こんなリピーターまで。王将会、王将会、王将が好きな人で集まって、あ、そんなのがあるんですか。はい、で、ちょくちょく来るんですけれども、外食産業が苦境に陥る中、餃子の王将は4年連続で売上利益とも過去最高、今年度の業績もこれを更新する見通しだ。午前6時、
王将フードサービス本社。まだ誰もいないはずの会社の中から人が出てきた。そして会社の前を吐き始める。この男が餃子の王将トップの大東だ。店回った時に駐車場とか汚い時は言えないでしょ。自分でやっとかな、本社行って汚いなあんて、なんで社長が来て注意するんやと、うん、30分はかけるというこの掃除が大東の毎朝の日課だ。大東は営業本部長も兼任している。直営店だけで全国に300店以上。その店頭に立つ社員の顔写真を壁に貼り、業績に目を光らせる。よそさんみたいにずっと赤字だ、ほんま。これは皆無なんです、うちは。ずっと1年赤字の。あれや。一気も。2008年3月期は、すべての直営店が黒字を叩き出した。不況の今も好調を続ける強さの秘密は、一体どこにあるのか。餃子の王将は1967年京都の四条大宮に1号店を開業。その2年後、大東は王将に入店した。最初の10年はひたすら店頭で修行を積んだ。王将は78年の東京進出を皮切りに名古屋、福岡にも出店。大東は全国展開の陣頭指揮に当たった。食は王将にあり。関西ではおなじみのこの CM、 王将は90年代には全国400店舗を超える一大チェーンとなっていた。餃子の王将。その90年代、外食産業の成長に陰りが見え始めた。各社は過当競争に陥り、シェアの奪い合いが激しさを増す。多様化の流れの中で中華の専門チェーンが急速に規模を拡大していった。攻め込まれた餃子の王将は既存店の売り上げが年々減少。不動産投資の失敗もあり、借金は470億円に膨れ上がった。そんな倒産寸前の危機にあった2000年、社長に就任したのが大東だった。大東はまずファミリーレストランに対抗するため、王将が増やしていた新しいタイプの店に向かった。中に入ると、かつては客席から見えていたはずの厨房が見えない。その厨房を覗くと、少ない人数で切り盛りできるようにキャベツの千切りは加工済み。味付けも出来合いの調味料が使われていた。そしてコーテルいい、あの王将用語もなかった。大東は思った。餃子の王将の原点を取り戻すべきだ。大東の改革は始まった。まず客席から厨房を見えるようにした。さらにほとんどのメニューを店で一から手作りする。あのキャベツの千切りも店で切るから新鮮だ。王将用語の響きで店に活気が戻った。こうした大東の改革で、前年割れを続けていた既存店の売り上げが2005年からはついにプラスに転じた。まあ、うわー言ってて煙が上がってですね、ガーッてかける餃子持ってきたら美味しいんちゃうの。ラーメン一つにしても
やっぱり餃子餃子ラーメンやったらラーメン雰囲気があるわな。やっぱり原点に帰ったんですよ。餃子の王将の原点、それは食材へのこだわりでもある。こちらは餃子の餡の製造ライン。毎朝取れたての国産キャベツを仕入れている。その数なんと16,000個。それが餃子に合う程よい大きさにみじん切りされていく。肉も国産の生の豚肉、外国産より割高だが一括購入することでコストを抑えている。そしてわずか6時間で餃子の餡が完成。一方こちらは1日15トンの小麦粉を練り上げて作る餃子の皮。もっちりとした食感が売りの自前の皮だ。創業以来あんと皮だけは味を統一するため工場で作られている。そこから出来たての餃子のあんと皮が毎日夜のうちに全国の店に届けられるのだ。翌朝、半日前に作られたばかりの自前の餃子の具と皮は冷凍せず生の状態で店に届けられた。そしてすぐさま包まれる。店で包むのは餃子の皮が余計な水分を含むのを防ぎ、焼きたてのバリッとした食感を出すためのこだわりだ。ついに餃子が焼き上がった。原点を取り戻した餃子の王将。今日もたくさんの客がやってくる。さあ、なんとスタジオには王将の餃子を持ってきていただきました。社長が自ら焼いてくださるということで、はい、王将の美味しいやつをね、美味しいお着替えも済ませていただきましたけれども、はい、負けませんよ餃子焼くのは。これはやっぱり時間が勝負ですか。パッパッパッと。そうですね、まあ、パッと蒸し焼きで火力で焼かなきませんからね。このお店の火力がね、なかなか家庭では出ないっていうのは。いや、だけど生で家庭で焼いたのが美味しいんですけどね。結構早い段階でお水入れるんで、おお、ものすごい。大丈夫ですか。これ熱を逃がさんようにする。これ蒸してる。蒸し焼きするんですね。これ王将の餃子の特徴っていうのは何かあるんですかね。肉が多いのとジューシーさが大きい。確かに具の量と、あと皮も結構もちもちしてますよね。そうですね。あの、分かるもんですか、焼き上がったとかいうのが。だいたい音で分かる。音で。あ、このパチパチ、ジュージューの。パチパチで。もうそろそろ音がちょっとパチパチとなってくる。細かくパチパチいってる。焼けました。いや、まだもうちょっと餃子も生き物ですからね。水が多かったらベタっとやってしまうし。もう焼きます。フライパンでやってる時に、おお、きれい。美味しく焼けてました。ここにもう王将のスタッフになったような気がする。じゃあリュウさんいただきましょうか。会場の皆さんも召し上がってみてください。だいたい美味しい。ジューシーでビール。いや、ビール欲しくない。餃子には一番ビールが合うんですよ。そうですね、はい。2枚ずつ量か。おいしい。あれ、社長焼くのうまいですね。綺麗でしょ。これはリュウさん止まらない。やっぱり新鮮いうのが一番ですよね。確かに。で、もう冷凍の肉は使ってないと。フレッシュ。キャベツの食感がまだありますもんね。そうですよ、ええ、キャベツの食感と肉との具とで食べた時にパッと汁が出るのが美味しい。これ餃子の汁が、なんつうのかな、餃子ってご飯のおかずにもできるし、うん、ビールのつまみには最高だし、そうですね、あと、あ、なんていうのかな、パーティーもできるし、そう、餃子パーティー、家族で食べにも行けるし、そのなんて居酒屋風にお酒のおつまみにもなるし、考えれば考えるほど奥の深い食い物ですよね。そうですね。本当ごちそうさまでした。それではステージの方に戻りましょうか、はい、じゃあ社長さん、 ありがとうございます。本当焼いていただいてありがとうございます。
まあ、大東さんがその王将の立て直すっていうか経営危機になりますよね、王将が。その時にその立て直す時のなんていうのかな、中心的なそのテーマっていうのが原点回帰みたいなことをおっしゃってました。原点に帰るんだと。そうですね。でどこに問題があるかっていうのをですね、どうやって見つけられたんですか。やっぱりその時はちょうどですね、よそさんがどん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 出店していくと、うちも人の土俵に行ったんですよね。前田のよそっていうのは他の外食産業も、まあその外食産業、ファミリーレストランですね、手間暇かけやんとですね、工場で作ったやつをお客さんに提供していくと、全く王将の良さがなかったんですね。もう人の土俵に上がるんであればね、同等では分かんないですよ。あ、倍ぐらい勝たんでって語れない。それよりももっともっと自分の土俵を強くしていこうと、それは何かということになりますと、核となるものがあるし、よしということでまとまったんですわ、従業員が。もうそれがまず第一ですわ。それでもう一回自分の土俵を原点に変えろと、今まで来たんやから、今までの通りなんで来たんやと、今王将は勝ってるんや、自分の土俵があるんやと、それを一つでも二つでもっともっと強くしていこうと。王将が経営危機だった頃にその大東さんが立て直されたっていうあのやり方もですね、本当にこう大企業、例えば花王とか金棒とかがやったこと、原点に変えるっていうのは全くその普遍的と同じなんですよね。で僕が、大東さんはどこでそういう経営の勉強されたんですか。まあ、経営の勉強よりも、まあ先代から培ったこともございますし、やはりいろんな経験、またその悪い例等々がございましたからね、それを直していってですね、やっていくと。そうですよ、例えば大学で経営学勉強とかじゃないんですか。いや、そんなもん全然大学も出てないし、まあその中学出て、それからもうそう経理専門学校行きましてね、それで終わりです。だからその中学より実践してですね。それはやっぱりこう数字に強かったんですか。まあ、数字にはね、もうだいたいパーッと店舗見に行ったら家賃がなんぼ、売上なんぼやな、最終的な動画でパッと1分ぐらいで答え出てきますけど、1分が2分でだいたい。じゃあ数学得意だったんですか。まあ、数学いうより、まあ、計算だけは。計算が得意だった。はいですね。王将の経営のこだわりだと思われることをちょっとフリップにまとめてみました。損するのは最初、儲けるのは最後。おはようございます、餃子の王将です。その極意を象徴する王将ならではの光景がある。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、王将名物クーポン券配りだ。王将では全国で毎日1万枚、700万円分のクーポン券を配っている。バイクから降りてまでもらう人も。会社行ってね、まだ宣伝してくれ。頑張って。ありがとうございます。このクーポン券、王将では40年前の創業当時から配っている。しかも配るのはアルバイトではない、社員自ら手渡しするのが王将の流儀だ。ごめんなさい、ありがとうございます。バイトやったら絶対あかん。バイトじゃないの。絶対社員やんと。やっぱり県も気持ちを込めて、ただ巻いてたらいいんじゃない、来てくださいよね。そしてこの日は東京渋谷でも。あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。餃子のお店いかがですか。王将のクーポンは餃子など看板メニューをサービスするため人気だ。券を手にしたこちらの男性、いらっしゃいませ、どうぞ、いかがですか。餃子の王将の餃子いかがですか。そのまま店に直行した。今日なぜ並ばれたんですか。この券を配っていたので、餃子の定食で。あ、餃子の定食、はい、あ、餃子と天津飯食べようかな。街角で配る以外にチラシや新聞などにつけるクーポンもある。毎月実に1億3000万円分が使われるのだという。200円の無料券ご利用していただきまして、会計は3000円。結構大きな負担にも思えるのだが、1日巻いただけで月の売り上げが 10% 増える店もあるのだという。恐るべし王将の繁盛術。
最初から儲けようと思ってやったらダメですよってことですか？それも踏んでます。そうです。最初から儲けも絶対ダメですよね、うん、お客さんが儲けるより喜んでもらうことには次はないですよね、うん、あ、高価なという何かが、うん、利益を上げよう儲けようではなくて、そうそう、お客さんに満足してもらう、喜んでもらうっていうのがまず最初にあって、まず最初ですよね。あって、最後の方で儲けるのは最後でいいんだと。そうそう、そうです。それによってお客さんがですね、来てくれはりましたらですね、自然的にですね、売り上げ上がってですね、儲かると、うん、絶対お客さんを、言葉で悪いので追い込むんですね。絶対無料券渡そうが、券巻こうが、チラシ商売、それによってお客さん増やしていくと、それによってペースに乗せていくんですよ。そういうやり方は、味に絶対的な自信がないとできないですよね。そうですね、絶対味が、それと、まあ、安さ、いうか価値観ですよね、うん、お客さんに対して。餃子200円でも、なんやこんな餃子、あ、食べておいしいな、またこうかなという、そういう味を提供せなあかんし、うん。王将の強さの秘密、それは餃子だけではない。こちらは激辛メニュー。辛いですよ、めちゃめちゃ辛い。そこには売上アップを目指す店の一味違う工夫があった。うまいんですか？あ、うまいよ。学生街にあるこの店ではあるキャンペーンを始めていた。まずはいただきますから、はい、よし、スタート。王将名物のチャレンジメニューだ。餃子10人前を15分以内に食べきればただ。結局15分を待たずに、店長ルーブアップ、店長ルーブアップください。ちょっと早いんじゃん。男子はだらしないわねと言わんばかりに、女子学生も参戦。しかし、涙出てきそう。3、2、1、終わりです。残念でした。チャレンジの後には記念撮影。実はこれが店長の戦略。コメント書いてほしい。あそこに貼っとくから、まだ友達と一緒に。恥ずかしい。友達と一緒に。写真を残して次なるチャレンジャーの呼び水に。わずか1週間で40人がチャレンジしたという。さらにユニークなのがこの店。学生が皿洗いを30分手伝えば、なんとタダで食事ができるというもの。やっぱり困っとるやつ結構おるんやね、うん、ここはもうあれからおちゃんこ4日間俺飯食ってへんかったって言うでやつもおんねん中に。店の壁には卒業した学生からの感謝の手紙が貼られていた。25年の間に皿洗いをした学生の数延べ5000人。なくてはならない店と言われることが店長の誇りだ。全国に500以上ある王将の店、その中で売り上げをダントツに伸ばしているのがこの店だ。中に入ると確かににぎわっている。メニューに秘密があると思いきや、王将ならどこにでもある定番が売れていた。一体どこがすごいのか。戸を開けた時にそれがパーッと出てくる空気を店に作らなあかん、うん、そうなってきたら強いですよ絶対。家具の手を持つ女性が日本の伝統素材を使って超巨大アートを作り出す。そしてあのブルース・リーを超える達人技で緊急事態発生。さらにギニアの地図を作ったのはなんと日本人。その壮大なプロジェクトに秘められた感動秘話とは。見覚えのある方がね、さらにさらに海外から懐かしいあの人が登場。お楽しみに。いらっしゃいませ、こちらどうぞ。
べてたいから、この小さな手にそっと頬寄せて触れ。こないだマルハンに行った時に大事な指輪をなくしてしまって、もうどうしようって思ってたら、お客様大丈夫ですよ、絶対見つかりますから、マルハンの方が一生懸命探してくれて、あった、ほらこの通り見つかりました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お客様の笑顔のために私たちができること、マルハン。上手くなったんじゃない？始めてよかったです。ゴルフ嬉しいのよね、だんだん伸びてくる感じ。日経と似てる。知ってるわかるが増えてきた。日本経済新聞。商売どうだい、暮らしは。にぎわう街も安全安心快適に。街づくりと流通業の未来の姿がそこにあります。街づくり流通ルネサンス、3月3日から東京ビッグサイトで開催。ニュース番組が嫌いだ、テレビには疑問を感じる、でも猫は好きだ。独自の目線でニュースを読み解く大人のためのニュースショー。自民党の中がもう相当バラバラになってる。ゲストの本音に多瀬康弘が迫ります。週刊ニュース新書、毎週土曜日お昼11時30分から放送です。来週のカンブリア宮殿は、クロマグロの完全養殖を成し遂げた男。日本の食卓からマグロが消える。取れないなら作れ。マグロの危機をこの男が救う。全国にある餃子の王将の中で、2008年最も売り上げを伸ばしたのがこの店。一体どこがすごいのか。メニューは餃子の王将ならどこにでもある定番が売れていた。従業員に聞いてみると、もう店長が違うんじゃないですか。今の店長来てからですかね。そこまで言うなら店長の仕事ぶりを見てみよう。とにかく早い。2つの中華鍋を自在に操る。その合間にフロアにも目配り。店長、やはりあなたが王将一の理由ですか。当たり前のことを当たり前にやってるからが一番いいんじゃないですかね。本当そう思うんですけど、特別に、まあ、セールやってるわけでもないです。あえて言えばと店長が挙げた業績一番の理由、それは開店前の掃除だった。腰から下、見えない部分ですよね。そこをまあまめに掃除。お客の目には触れない、こんなところまで丁寧に拭き掃除をしていた。そして店長のこだわりは鉄板。餃子の鉄板は毎日ゴシゴシ、カスがつかないようには。焼き上がりが全然違うんで。そんなに違うんですか。全然違います。スピードも違うし、もちろん焼き上がりのパリッと感も全然違うんで。こんな地道な努力が全国トップの店を作っていた。そしてこの日、本部からの嬉しい知らせが届いた。 A クラス1位、50万円獲得しました。王将では毎月業績が良い店に報奨金が出るのだ。各店長が繰り出す個性的なアイデアの数々、それが王将の強さの秘密だ。お店によってね、メニューも全然違うっていうのは面白いですね。まあ店長の裁量で、とりあえずは何で売り上げ上げとしてるんかと、
料理か接客か掃除かと店長の特徴を出さなあかん、特徴、平均点はダメなんですよ。ただ平均点それ以上いかない、特徴は何倍でも乗る可能性がある。ただその時にですね、その決定権と責任を与えて、そこでやらせるっていうのはすごい信頼が必要じゃないですか。結局責任感を店長に持たすということ、自分から発想したものは自分の責任を持ってやっていくと、発想したものやる気があるからこうしたら言うんでしょ、いうわけ。それだったら一回やらしてみようと、赤がすぐ変えたらいいんですよ。それってなんかそもそも人間への信頼みたいなのがあるんですかね。信頼なくして何が信頼できるかと俺を信用してくださいよと、まずは信用さなあかんちゃいます、相手を。自分だけ信用してください、そうじゃないな、その代わりあなたも信用しますから信用してください、そういうもんやっぱり心で伝わるんですよ絶対に。気持ち、ハートがなくして、ね、気持ちの変化なくして行動変化絶対起こらないんですよね。水の口店が月は1位っていうふうになってましたけども、大東さんから見て1位になった理由っていうのは、掃除以外にお客さんの方向にみんなが向いてますよね。いらっしゃいませありがとうございます、料理出す人っていう人も気配りがあるんですよね。だからその、その辺のところに対お客さんをいかに大事にしてるかというね、そういう店長の姿勢が現れてる。こっちは気づきますからね、やっぱり元気活気あるムードを作らながら、食というのは絶対雰囲気ムードなんですよ。そこには人の力というのものすごい重要なんですよね。それからその店の店長、店のですね雰囲気、オーラを作りながら戸を開けた時にそれがパーッと出てくる空気を店に作らなあかん、そうなってきたら強いですよ絶対。さっきの VTR でも、結局取材班はここでこの店は1位になったんですっていうのをやっぱり示さなきゃいけないんで、ついやっぱ掃除になっちゃうんだよね。こう見えないところを掃除してます。取材班がダメみたいな。分かりやすいこととして。分かりやすいこととして。だから分かりやすいところでお掃除とかになっちゃうわけですけど、本当はそのくらいものすごい細かいことや丁寧なことをきちんきちんと毎日やっていくっていうのが当たり前のことを当たり前にやるってですね。今言ってましたですよね。よりその当たり前のこと、当たり前のことより高いレベルでやるようになると、ごく自然にできると、そうなってきたら絶対店の天格が上がってくるんですよ。午前10時、王将フードサービス本社。速報出た？速報、昨日の。大東は毎日必ずある紙を手にする。まあまあ数字は言っとんな。それは一点一点の前日までの売り上げを集計したもの。大東が丸をつけているのは、昨日の時点で売り上げが前年割れとなっている店だ。いい店掘ってたやるんじゃんの。悪いとこ見つけやなかね。続けて悪いとこ出てて直しやなか。業績の悪い店をどう改善させるのか、その鍵を握るのが全国に18人いるエリアマネージャーだ。王将のエリアマネージャーは一人20店舗近くを担当する。担当する店の売り上げが低迷した場合、直接指導にあたり回復に導く現場のエキスパートだ。外食産業全体の業績が落ち込む中、王将の12月の売り上げは 5.7% のアップ。既存店の売り上げを17ヶ月連続で増やした。しかし、はい、おはようございます。おはようございます。まあ12月の結果は、売上は、まあ、残念ながら4店舗、100% 未満を出しましたが。不審点が出たとの報告に大東は、自分の価値パターンでやっていく現場現実、現実を見ながらですね指導していかなあかん。自ら汗をかいてですね、やはり気持ちを伝えやなあかん。気持ちを伝えるのは何やということだ。自分が本気でやってるかどうかによって絶対伝わるわな。エリアマネージャーの松井は会議が終わると、おはようございます。売上が前年割れの店に飛んだ。果たして松井は
どんな手で店を立て直すのか。本気になろうか、はい、本気になろうか。僕たち日通のエコロジコンポ、これ全部段ボールも紙も使わずに僕たちが運びます。地球品質へ、引っ越しは日通エコロジコンポ。春の引っ越しキャンペーン。自動販売機にタッチするだけ、タスポ。タスポは小銭がいらない電子マネー機能付き。自動販売機にタッチするだけ、タスポ。今なら無料お申し込みサポート実施中。そうなの？未成年者喫煙防止のためのタスポ。このマークのタバコ店またはウェブで。携帯はみんな au なんですが、お家の電話も au にします。なぜなら au まとめトークでお家からすべての au 携帯への通話が24時間無料だから。au まとめトークは au 携帯と au おうち電話をセットでご利用いただくことと KDDI まとめて請求のお申し込みが必要となります。まとめましょう。ほら au の庭で。変化の激しい時代に信じられる情報を。投資には今本物が求められている。週刊投資金融情報誌日経ベリタス。最新の投資情報は日曜日に動き出す。ベリタス。日経ベリタス、ご購読受付中。業績が振るわない店を抱えるエリアマネージャーの松井。果たして店をどう立て直すのか。会議が終わると松井はすぐさま問題の店に向かった。しかしすぐには中に入らない。まず一番最初はお客様目線、はい、メニューがちゃんと見えるか、入り口が綺麗か、ポスターがあるか、ちょっと視線を上に上げていただいたら、やっぱり窓ガラスね、やっぱりあれだけ汚れてる。そして店内へ。おはようございます。おはようございます。店員が顔を向けない。挨拶の声も小さい。おはようございます。あら、名札は？あ、ダメ。名札もなかった。さらに2階の客席に上がっていくとな、だからこういう状態、はい、だからやっぱり1階がメインやけど、はい、まあ、やっぱお客さん帰られたら、はい、帰られた時点で1人上がってきて皿を下げて、はい、しょ。そして今度は厨房へ。何気ない調理の風景でも松井の目にはさまざまな問題が映る。じゃあ本気になろうか。はい、本気になろうか。ついに自ら白衣を着込んだ。土屋、はい。従業員に人参を切らせてみる。厚さも大きさもバラバラだ。整えていくわけ。たまらず松井は自ら包丁を握り手本を見せる。な、こうやってこうやろ。こういうほら。な、同じ太さやろ。はい、な、同じ太さで切っていかなあかんねん。こうほら。そしてまた練習。同じ太さで切るという基本の大切さを教える。もうそれ、おお、ちょっとマシになったな。ちょっとはマシになった。でも。な、ほら、な、分厚いやろ、はい、な、ほら、これな、うん、微妙なこの厚みでな、儲かる儲かれへんが変わるんやろ、はい、
今度は店長を呼び出すとメニュー表のチェックを始めた。これ店長独自のセットメニューが通常の倍以上18種類もあった。普段であればもうこの裏面にもあるんですよね。これ別の列なんですよ。だからお客様が迷いが出ますし、松井は基本のメニューがおろそかにならないようにセットメニューを半分に減らすよう店長に指導した。業績不振とかそういうのになった時に心が折れる、折れた時に今みたいにちょっとズボラをかましてくる。ノウハウは知っとるんでね、ただそのノウハウを生かす精神力を自分が持ち続けるか続けないかでこれから変わってくると思います。その店長には起死回生のアイデアがあった。それは30回以上の試作を重ねて作り上げた新メニュー。ようやく完成。早速松井に試食をお願いした。それがこのサンラービーフン。食べたらどうですか。これ売れるで、はい、今日言うたところちゃんとポイント、はい、定食の取り直しとか上の者が現場に出て心で伝える。王将の強さの秘密がここにもあった。はい、でまだ来るわ。わかりました。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、お疲れ様。はい、ありがとうございます。はい、みんなお疲れ様。さあスタジオには各地域の王将を統括しているエリアマネージャーの方々に来ていただきました。よろしくお願いします。取材もね協力してくださった松井マネージャーも来ていただいてますけれども、松井さん、あの店長さんにおっしゃってたいわゆるその精神力を持ち続けられるかどうかだと、ああいう言葉っていうのはどこからこう学ばれるっていうか出てくるものなんですか。私も店長自分にやっぱり業績不振に陥った時、はい、同じようにもう心も折れてもう店も汚くて、まあ、今の、大東社長に直接呼び出されましてまあ喝を入れられて、まあ、そこから奮起して、できたんで、まあ、それを受け継いだという形ですね。うん、これ自分で獲得した言葉って力あるんですよ。そうでしょうね。こう人からなんか本で読んだ言葉じゃなくて、うん、アルバイトからエリアマネージャーになられた方っていうのはいらっしゃるんですか。あ、みんな3人とも大出世ですね非常に失礼な質問かもしれませんが、もしよろしかったら皆さんの最終学歴を教えていただけますか。はい、高校卒業です。はいはい、高校中退しました。高校中退松井さんはとりあえず高校は出ましたとりあえずでもかっこいいな。結構成果主義でエリアマネージャーのお給料はわりかしいいって聞きましたがどうですか。まあざくっと1000万以上あ年収で、はい、ありがとうございます。まあね、面白いもんでやんちゃなもんほど人の心は分かるんですよ。みんなあんなやんちゃやからね。うちの経営にみんなあんまりおとなしいもんはですね、やっぱり元気な方が何か元気かよ。自分自分進んでやろう、へこたれない、うん、で上のもんやっぱりやんちゃの方が人の心が分かると分かると思いますね。やっぱりいろんなもんで、うんうん、でやんちゃってことはちょっと言葉はちょっとあれですけども、いいやんちゃですね。人に関わるのは好きってことですもんね。そうその辺が大事ですよね。それとやっぱり上の者の務めいうのは下に伝えて伝道師みたいなもんでですね、やっぱり成し遂げさす、成功さす、分かってもらえる、それによって価値が出てきますよね。だからみんな言うてるように、まあ、従業員のこと思ってくれてますからね。やっぱり僕はやっぱりお客さんと同等ぐらいに従業員がやっぱりどうですかね、思いを馳せますね僕は。うん、ゆうさん今夜はいかがでしたか。餃子うまかったですね。美味しかったですね。でもなんか謙虚になりますね。だから本当そう思います。
餃子で言ってみればたかが餃子って感じじゃないですか、でも餃子いいですよ、あれだけの情熱と、もう科学的な努力とですね、コミュニケーションとで、あんだけ社員の人たちもみんなもうなんていうのすごくてばっかりで、その気概と持ってるなんていうのかな言葉と論理っていうのが、説得力のある言葉だよね、確かに信用されようとするよりも相手を信用まずこっちがするんだ、信用するに足るような関係を一生懸命築いた方が結局は合理的で、いいんだってことを知ってるんですね、はい、それではまた。次回のカンブリア宮殿はマグロ、世界で初めて高級クロマグロの完全養殖を成し遂げた男、熊井秀美。日本初、世界にマグロを広めていく。乱獲、そして水産資源の規制、食卓からマグロが消える日が近づいている。取れないなら作れ。マグロの危機をこの男が救う。この番組は日本経済新聞社、東芝とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。世界的な不況の中、中国とインドの経済の行方とは。ガイアの夜明け、不況の中の新ビジネス。エアコン、あとはロースター、全部そのまんまです。新商売で逆境に挑む。明日夜10時、木曜洋画劇場プロフェシー、1月29日夜9時。 The Power of Dreams。 どんなにすごいエコカーだって手が届かなければないのと同じだよね。そうだそうだ、ホンダグリーンマシーン、インサイト。まもなく秀吉の側室淀は信長の娘。これが秀吉の手紙になります。今明らかになる秀吉暗殺計画。豆まきは古代ローマの風習だった。新説日本ミステリー。プラウド世界一の時間へ、プラウド野村不動産。いい旅夢気分、冬の新潟雪国旅情と秘湯の一軒宿。伝統ある文化に触れ寒さを忘れる温泉三昧。郷土の味覚も盛りだくさん、日本の冬を満喫します。お楽しみ。